はい、どうも、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。かちゃんです。ぬいです。はい、今から質問コーナー行きたいと思います。はい、何の質問かわかりませんけど。前回質問コーナーやったこと自体は覚えてます？質問コーナーやりましたよね、かなり前に。やった記憶あるけど、行った記憶はない。あれって、わずか半年前だって分かってます？半年前ってお前、あのな、昨日食った飯を忘れる人間が、半年前のこと忘れる、な覚えてるわけないだろう。半年前何してたって言われたら、うーんってなるもんな。そう、で、まあ半年も経ったしね。おじいちゃんだよ俺。実際、その間に視聴者もね、だいぶ、ってか登録者も増えて、そう、登録してくれた人、新規登録者、旧登録者の人たちに本当にありがとうございます。ありがとうございます。今まで頑張ってきました。ということでね、ちいちゃんを嫌いになっても、かっちゃんだけ好きでいてください。裏切るな。ということでね、その新しい視聴者の方々にも、かっちゃんの霊感をね、多分信じてくれて、チャンネル登録してくれたと思うので。一応本当に俺、霊感あるんですよ。本当。マジで。で、改めてかっちゃんに聞いてみたいことありますかっていうのを質問のコーナーでございます。で、今回たまたま一件質問が来てたので、一個、質問を。うん、いいよ。質問して。こんばんは、一つ聞いていいですか？一つだけだよ。アパートを借りようと見に行ったら、真ん前がお墓なんですが、何か影響ありますか？かっちゃんよろしくお願いします。よくある窓をシャッと、カーテンシャッと開けた瞬間に目の前にお墓はちょっとメンタルやられはするけど、いい景色ではないよ。家賃安いんだよな。あ、やっぱ変わるんだ。家賃は安いけどな。これ、あのね、霊感ある人がそこにおると、多分、やべえ。それと、引きつけられる、自分が、引き寄せる。引き寄せる、ものがあったら、やばいな。あ、やっぱ、その辺では悪影響っていうか出てくるんだ。悪影響出るな。俺みたいにマジで霊感ない子がそこを、例えばアパート借りますって言った分には、全然 OK。全然 OK。霊感がなくても引き寄せる人っておるのよ。大変ね、その人。そうなったらもう、終わりだな。自分が入ってみて、嫌だなって思ったらやめた方がいいです。ああ。もう借りてたらもうごめんなさい。そういう時ツイッターに入ってくれれば即返答しますもんで。はい、かっちゃんもむいも一応ツイッターやっております。ツイッターやってるから、本当に、本当に今知りたいとか、今、何時間後までに知りたいっていうならツイッターに入れてくれれば、今、入れられますから、僕。皆さんも、信じできるのでね、皆さんも、なんか本当に疑問を持ってた、部屋が気持ち悪いな、部屋が嫌だな、ちょっとなんかおかしいなって思った時は、ツイッターに入れてください。そうすれば、2時間後までには、返事を返しますから。そうね、気づいたら、できる限り早く、多分返してくれると思うので。そういう人もいましたから。ツイッターでそういう相談を受けた時に、そういうふうに返した子もいますもので、本当にこの動画は変な話、こうやって質問しましたっていうと、変な話、もう1ヶ月後になっちゃうんですよ。本当にお急ぎの場合だったらツイッターで。そうですね。そんな話してた気がするわ。そう。お急ぎ、本当に急ぎたい悩み相談であれば、ツイッターにしてくれれば僕、絶対返事返しますもんで。2時間以内、だいたい2時間。携帯見るのが2時間に1回しか見ないもんで、僕。多分ね。だから緊急な案件は、あれだけど、もっとなんか漠然としたかっちゃんになんか、こういうことあったんだけど、どういう意味ですかとか、そういうなんか霊感的なことで気になってることあれば、今回の質問動画作ってね、質問返答の動画作って。だけど、これ結局、見たとしてもさ、何ヶ月後だもんな。1ヶ月後ぐらいってなんか、だって募集期間があるからね、動画がいても。そうそう。で、どうなんやろ。
自分が入ってみて嫌だなと思う。でももう部屋入ってましたって言ったらアウトやもんな。ああ、もうあの住むとこ決めちゃったらって話。うん。どうなんでしょうね。わかんない。そう、だから、さて置いといて、皆さん、質問があるときは、はい、うん、何かこの動画のコメント欄にバンバン質問募集しております。ボス。で、お急ぎの場合は、ツイッターにしてください。はい。1個に限らず、なんていうの、複数個 OK です。もうバンバン、10個でも20個でも。ダメです。